します。今シーズンも温かいご声援誠にありがとうございました。まずは大型ビジョンをご覧ください。グローブ持ってる、グローブ持ってる、緊張感というか。
悔しいシーズンでしたけども、選手は一生懸命頑張ったので、はい、それを来年につなげてほしいです。来シーズンは美味しいビールを飲ませて。ファイターズは今シーズン本日まで58勝83敗5位という結果に終わってしまいましたが、ファンの皆様の温かい声援の中、ここまで戦ってまいりました。本当にありがとうございました。ではここで選手を代表して大野選手会長よりご挨拶申し上げます。ホーム最終戦に足を運んでいただきありがとうございました。全国のファイターズファンの皆さん、1年間ファイターズを支え応援してくださり本当にありがとうございました。皆様の期待に応えることができず、選手一同悔しい思いと申し訳ない気持ちでいっぱいです。そんな中でも2年連続200万人突破と変わらない声援をいただき、感謝の言葉しかありません。残り試合、ファンの皆様に最後まで喜んでいただけるよう全力で戦っていきたいと思っておりますので、最後まで応援のほどよろしくお願いします。1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして栗山監督よりご挨拶申し上げます。皆さん、今シーズンは皆さんの期待に応えることができませんでした。ただ最後の最後まで多くの声援をいただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。それに応えるのはたった一つしかありません。ファンの皆さんが心の底から喜んでもらえるチームになること、そして勝つことです。今年の悔しさを決して忘れず、今日から全力を尽くしてまいります。そしてぜひ一緒にチームの成長を見続けていただきたいと思います。1年間本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。栗山監督ありがとうございました。もう一度
意を込めて監督、コーチ、選手全員からサインボールのプレゼントを行います。各選手のサインボールの中に1個当選マークが記入されたボールがあります。そのボールをキャッチしたお客様はボールに記入された場所にて直筆サイン入りユニフォームをプレゼントいたしますので、セレモニー終了後引き換え場所までお越しください。また自席から離れてのボールをキャッチをすることは危険です。こちらご遠慮いただきますようお願いいたします。
以上をもちまして最終戦セレモニーを終了いたします。皆様遅い時間までありがとうございました。そして2018年シーズンもご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。